いやというかね、すごいっすね。2万人の景色ってすごいっすね。本当に、もう本当に純一をはじめ関係者、開発じゃねえや、開催者、本当にありがとう。2万人の景色すごかった。マジで、本当。藤君の言ってる気持ち分かった。綺麗だ、キラキラしてるわーって。お前らさ、いや、お前らさ、の時の藤君の気持ちが、これがすげえや、キラキラしてるわ、つって。マジで。本当によかったっすね。マジで。昨日の布団じゃ偽物であんなに強いはずがないよ。なんか、なんなんすかね。本当に、なんなんだろうな。雰囲気がすごい、やっぱさ、大会じゃねえじゃん。やっぱ、なんかこう、エンタメイベントみたいな、やっぱ、なんか強い感じがあったのか、いや本当になんか家でやってる感じでできてさ、すごい楽しかった。本当に、エイペックスも家でやってみたいで、本当に初動詞したし、スト6も家でやってみたいだったし、パブ G も家でやってみたいにできたんだよな、本当。いや、緊張しなかった、本当にしなかった。まあまあ、それはさ、多少なんかちょっとこう、さ、緊張する時のさ、わかるかな、胸がさ、なんか、うわーみたいになる感じ、ちょっとなりかけあったけど、国士さんの、おーみたいな声で、一気に、あ、家にいるみたいでいいや、つって。国士さんのオットセイみたいな声で、一気にその、なんか、胸のさ、ざわめき、どよめきが。マジで。昨日のツイートリップにある写真見てくれ、めちゃくちゃかっこよかった。どれ?俺のだってさ、俺の、ハイゲ跡、なんか SNS を立ってまして、立ってるっていうか、まあちょっとその、インターネット系の、なんでかというと、僕の、見てください、この、僕のサジェスト、配信者ランキング、ツイッターハメ撮り、スマスロ南国スルー天井、僕、この2つだけな、これさっき調べたんですけど、この2つだけなんですね、僕ね。故にね、ちょっと、何があるのか楽しみです。ツイッターの写真に、どこだか分かんねえや。 どこだか分からん。これか、これか。どれだ。泣いてるみてえだな、これな。 泣いてるみてえだな、これ。泣いてるみてえだな。これか。 これすごいね、これね。本当に波動拳打ってみてえだ、これ。あ、これ覚えてる。俺さ、この時覚えてる。俺、この時さ、多分、スモモンに、ジャスパして、インパクト返したところなんだけど、これさ、本当にごめんね。なんか、ちょっと不快に思う人いたら、本当に申し訳ないんだけど、この時、内ももから、かゆごときものが、なんか流れてるのを感じたよ。マジで、本当に内ももから、ツーってかゆごときものが、なんか、本当垂れてたんだよね。あんなん垂れますよ。インパクト、ジャスパインパクト、パチンコで当たって、ね、あんなの普段できるわけないから、パチンコですよ、あんなの。パチンコで当てて、かゆごときものですよ、これ。これ、本当に気持ちよかった。本当に気持ちいい。いや、ね、本当に、ありがたいでございます、本当。ありがたいでございます。大会等ではないより結果だと思いますので、しっかり2勝したと思います。あ、ありがとうございます。いつもの師匠ですね。ありがとうございます。ハイゲで驚愕の事実が判明しました。 なんか俺、あれだぞ、嘘の情報だったら映さないからな。なんかまたくだらない、なんか。ああ、なるほどね。
多分本当によく分かってない人もいると思うんですけど、えのこさんの靴が多分あると思うんですよね。女性ってヒールみたいなかかとの高いものあるじゃないですか。で、これリプライどうですか？みんな。いや、靴込みで考えろよ、本当にマジで。本当に。本当にくだらん。くだらん。いや、俺ヒール高かったと思ったけどな、かかと結構。なんか俺覚えてるよ、なこさんと近くに結構一緒にいたから。俺確か覚えてる。俺の記憶が正しければ、こういう靴だったと思う。こういう靴。だからこうなってるっしょ。こういう靴だったの覚えてる。確かね。確か。いや、いいよ。別に、くだらねって、そんな。なんかそういうの。くだらね、くだらね。黒人さんか、あれだったんだよな、黒人さん、タイさんの試合よりも、黒人さんの吉生の試合が、本当に、もう、見れなかった、もう、本当に。俺、終わったと思った。あー、黒人さん、俺たちの甲子園、マジ終わったって、本当に思ったけど、やっぱ、対応力っすよね。俺、あの時、甲子園終わりそうと思ったけど、吉永強かったし、俺、黒人さんとさ、ずっと、スパーしてたんですよ。エイペックスの後。エイペックスの後、俺たちはもう、ここで、なんとか、巻き返すしかないってことだから、ちょっとほんと、すまん、みんなの、試合、しっかり見たいんだけど、ちょっと、練習させてもらおうわ、つって、ちょっと練習してたんだけど、あれね、じゃ吉永がやっぱ、吉永緊張しないな、あいつな、ほんとな。マジで緊張しないと思う、ほんと。ストロークお前が一番強かった。いやね、ちょっとね、あれはだから黒人さんのおかげで、黒人さんとかカセンさんとかみんな周り男どもとさ、プラスミチアコが周りでさ、なんだろう、ボクシングの試合のセコンドみたいにさ、おいいみたいな感じで、カセンさんが、いいよってできてるよ、できてる、いつものわけだよみたいな感じのさ、それ常にやったらやっぱ緊張解けるよね、やっぱね。あれ一体感あったわ、ほんと。こういうさ、嬉しい。このバクステ判断。バクステ判断神がかってたの、これ嬉しい。これもでもパチンコなんだよ。マリーザのあれでしょ？バクステでこうやって、すくっても避けるとか。あれも、もう俺、多分そうだろうと思ってさ。本当にストシックスでパチンコで。パチンコ仲間から、お前よかったよって LINE 来て。どんぐらいよ、あれだわって、どんぐらいよかったっつって、本当に無双転生60年ぐらいした時と同じ汁が出ました。本当よかったっす、本当楽しかったっす。そうっすね、やっぱ本当にストロークおもろいっすね。しかしね、大会とかああいうオフラインイベントがやっぱ一番おもろいな、スト6な、本当に。孫さんがツイッターで、孫さんとさ、俺と、オニオとお茶さんとか、なんかそのグループラインがあるんだけど、そこが、なんかオープンチャットみたいなやつだ。孫さんとお茶さんがずっと実況してた。今のコパいいっすね。あー、今のそこでリーサルか、リーサルだったのに、みたいな感じで、そこ、すげえ、会議終わった後200件ぐらいのなんかラインになってて、そこが、なんでここがこんな200も溢れてんだとか、2人がずっとそこで実況するみたいにしててさ。そう。ありがてえなと思って、それもまた。そう、梅せ、梅すれみたいなやつだ。ごめんなさい、気持ち悪い。ウニアがサングラス外したけん、多分みんなにとってはすごい特別なものだったと思うんだけど、俺はオニアと普段はよく遊んでるから、ああ、いつものオニアだって感じで。なんか共有できなかったんだよな。オニアがいらーっつって。そう。お前、孫とスイカ作ったのお世話だから。いや、でも、じゃ、なんぞ、一人でさ、あれはた、ほら、孫さんと相談しながらみたいな感じで、やっぱ一人で俺、配信でスイカできたの、初めてだと思うんだよな、多分。初めてできたと思う、俺。
オニア緊張して、多分緊張してたと思うよ。だってオニア、だって、何出たっけな、レースゲームペケでしょ。なんか多分オニアがやっぱさ、もう輝くっつったらやっぱストロークしかやっぱないから、最後の最後にしかもそれが持ってってるからさ。あせこれもう運転席でやってたけど、あいつ免許持ってねえんだから。モコウさんなんであんなにスイカつけるの下手くそだったんだ。多分モコウさん、俺の分析は RTA やっちゃったからしよう。俺多分さ、モコウくんと親ちゃんが多分早すぎて、俺のスイカ多分さ、一般レベルの多分速さでやってたんだけど、多分それでも相対的に見るとクソ遅く見えると思うの。もう2人で多分競争しちゃったから、もう宮古さんと俺を無視して、もうどっちが早くできるか勝負じゃんなっちゃったから、俺はもう丁寧に丁寧にやったから、でも最後ポップコーンでなんかできてわかんねえっつって なんかわかんねえけどできたわっつって クソ笑っちまった心の中で おいなんだこれっつって できてるわっつって あれ俺ふざけんな、ふざけんなって思った、なんでできたんだみたいな。いやー、あれ分かんなかったな。あれパチンコだよ、そうそう。みんなさ、でも会場に飲まれちゃって、参加者も。ふとんちゃんすごい、さすがでやっぱ、お前がやっぱスイカやっぱ、一番最初に言っただけあるよ、みたいなさ、なんかいろんなチームメイトが言ってんだけど、俺心の中で何言ってんだ、こいつらと思って、パチンコだぞ、これっつって、俺、狙ってなかったんだぞ、あれっつって。でも俺は、わあ、できたーっつって。まあいいやーっつって。そうだった。ああ、そんな感じでしたね。あんな思いできない。イフのとストスないさか。なんかね、ボロンはねえけど、やっぱね、あれなんかさ、オフラインのスト6ってさ、なんかみんなやっぱ魂と魂のぶつかり合いなところがちょっと垣間見えてさ、なんかでもうるってきません？全体的に。どの試合もうるっときちゃうんだよな。一番最初、だってとんでもない、ラムちゃんと誰だったっけ？ラムちゃんと、スタンミ君がやった時とかも、ラムちゃん泣いてたじゃないですか。あれに釣られる前に多分みんなも結構じわってくるもんあったと思うんですよね、あれ。先鋒戦の。だって緊張すんもん、先鋒戦。絶対先鋒戦緊張すんもん、あれ。先鋒戦が多分一番緊張するぜ。まあ大将も緊張するかもしんないけど。繁盛終わらせて、なんか言ってたわ。繁盛。ふとんちゃん。俺そこなんかちょっと抜かれてて、俺いつものニヤって笑っちゃったんすよってそう言ってた、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 言ってた。あいつはほら基本あの顔じゃん、ニュートラルがあの顔じゃん。そうだからしょうがないんだよ、あれは別にニュートラルだから。そうみんな的にこうやって笑ってるって認識かもしんないけど、ネメシス、ハハハハハ、おい、バカなこと言うんじゃない。ネメシスやめろ、本当に、マジで。多分じじいしか分かんねえから、それ。だったからさ、本当にね、なんか、びっくりした。なんかね、結構さ、そうだ、裏で、そのさ、この、ゲーム大会の裏話であったら、俺の本当にね、一つ思うとこがあってさ、本当に純一が言ってなかったのよ。なんかいろいろと、こう、なんだ？純一軍団突入みたいなさ、そう。言ってない。じゃ本当に、どんなゲームやるかとかっていうのも、ドラフトの時まで、言ってないし、本当に、何やるんだろうな、予測してんじゃん。バローとかはあるんじゃねえかなと思ったらバローなかったりとか。で、サッカーの時とかもさ、なんかプロの人とか来てたじゃないですか。で、松木さんとかも来たじゃないですか。そんな知らないし。で、
1日目そういうことがあったから、2日目これあれだなと思って、あのストロークこれ絶対来るなって、関さん、純一、あと他何かみたいな感じで、そう絶対梅原さんとか来るだろうなみたいな。でもあの控え室でもうみんな予想しててこれ絶対来るわっつって、うん、そう、だからもうね、でも逆になんかさ共闘しねえみたいな話になって、みんなさもしさあの加藤純一軍団来て、で加藤純一軍団クソ強いのよ、サッカーもさあの加藤純一のフォワードだけめっちゃ速かったの覚えてる、フィジカルも速いし、フィジカルも高いし足も速いし、俺ディフェンスでもう追いつかないの本当、めっちゃ、いやめっちゃ速いよあれ、あれマイケル・オーウェンですよマジで、フィジカルも足の速さも本当に速いのあれ。そうでもうとんでもない感じであったので、そうリバプールでしたっけ、そうか、うん、ステータスがとんでもなかったと思うんですけど、でもだからでもそんぐらいのがいいと思うんですよ、加藤純一軍団はもうめちゃくちゃ最強に強いっていう程度が絶対面白いから、ストロークは多分最強だと思うから、もうストロークの時にもう大体さ決勝で取った人ってもう1位になるのは決まってるんだったら、もう黄色チームでやるんじゃなくて、もう4色の強いやつ集めて加藤純一軍団に共闘する展開を持ってこうぜみたいな形で、結構 その気持ちでいたんだよ。タイジ黒人吉生布団ちゃん、あと一人誰だろうなみたいな感じで、ドリームチームでみんなでもう戦おうぜみたいな感じで、そうだったんだけど、あ打足か、ごめん、そう打足だ、そうそう打足行こうぜって言ったんだけど、そこだけ ちゃんとなくてさ、うん、ちゃんとなくて、シワシワシワってなった。まあでも時間がなかったな多分、うん、そう、繁盛のやばい舞台はスイッチのクリップでなんでこんなあんの、ハイゲってオープンレックじゃないの、美味しそうじゃん、めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそうでしょ、でそれが控え室にも置いてあったので、これがジャスのコラボチーズケーキみたいなやつなのね、あでこれなんか乗ってるんだけど、いちごと焦がし砂糖みたいな感じで茶色くなんか表面がなってるやつが、控え室には持ってきてもらってたのね、アイスであるよね、なんか話してたら繁盛がトコトコトコって歩いてきて、なんだこれ切ったね、美味しくなそうやなって言ってんのこいつ行ったろうかなと思ったマジでこいつ熱い、あこいつ行って来て、俺こういうの好きじゃねえんだよな、なんか汚くない、なんかさチーズケーキの上汚いの嫌じゃないとか言ってんのこいつ、うわー言ったのかなと思って、その怒りが俺はフォールガイズに向いたね。いや知らねえだけっしょ、だってあいつだってなんだっけな、ブリ今度食いこうぜうまいやつ、えブリってなんすか、魚っすかみたいな感じじゃん、だからこのあれ知らねえっしょ、なんかこうクリームブリュレの上のさなんかカラメルの硬いやつとか多分おそらく、うん1年前ぐらいだけどさ、えなんすかって、そうだと思うんだよ、多分おそらく。うん。いまだに、だって、あれだろ？今何食ってる？繁盛配信で、飯食うとき。まだパン食ってんの？パンだって一気に買ってんだろ？だって、繁盛。食パン食ってんだろ？あ、牛丼食ってんだ。あ、なんか俺もちょっと飯食っていい？ちょっと頼んじゃおうかな。ちょっと、頼むわ。ちょっと飯食いながらさ、お話ししようぜ。いろいろ、おめえらの裏話の方が俺興味あるな。メッシュを今、あバーキンいいな、バーキン、おちょっと待って、いやあれしよう、ちょっとケンタッキーにしようかな、もう久々にこのあれだわ、終わった後のやっぱ会議終わった後のケンタッキーでちょっと行きたいなと思います、ケンタで、ケンタいいっすか、ちょっと行って、無理や、
で、チョコパイって美味しいんすか？ケンタッキーの。美味しい？チョコパイちょっと頼んでみようかな。美味しい？うまい？ちょっと甘いのちょっと食べちゃおう。食べちゃおう。チキンフィレにしよう。チキンクリームポットパイってどうなの？でもちょっと食べ過ぎだな、それは。食べてみたいけど。チキンクリームポットパイ。よし。確定。OK。承りました。早いですね。50分には着きそうです。今日ぐらいさ、ちょっと豪勢に行こうぜ。皆さんのちょっとコメントをちょっと。なんか、ありますかね？なんかね、逆になんか、俺もさ、青チームの世界しか見えてないからさ、なんかいろんなチームのなんか、ねえ、面白かったところとか、みんながこうやって見てて気になったところ、聞きてや。俺2日目現地に行ったけど、おめえがファンサしてくるときに、おめえに向かって、マサオ愛してるぞ、俺はおめえに会いに来たんだって叫んだ。聞こえた。帰り道に天狗ちゃんとよっちゃんが大喧嘩してて、マジ知らねえよ。これはどこ情報なんだよ、これ。どこ情報なんだよ。どこ情報なんだよ。知らねえよ、それ。よっちゃんとか、よっちゃんと天狗ちゃん、招待席で呼んだんですよ。で、多分、純一はわっちゃんを招待席で呼んでてさ、1選手2名までしか招待席、枠がちょっとなかったから、ちょっとそういう形でさ、わっちゃんが言ってたんだ、そうなんだ。二次会ハイパーみたいなので、ストロークオールスター開いてくれ。おさ、いろんな意見があったんだよ。あれもいいなってすごい思った。勝ち抜き。なんかさ、ああいうのも見たいよね。ああいう二先とか一先って分かんないからさ、下の位のものが下克上する瞬間とかね。でも時間が足んないから難しいけど、本当に限りある時間だから。こうだったらいいね、ああだったらいいねってのはキリがないんだけどさ。やっぱり見たいよ。でもそうするとストロークで多分、3時間ぐらい多分取っちゃうと思うから難しいかもしれないんだけど、勝ち抜き、やっぱ見たいよね。ほんとね。エイペックスどこで倒される？なんかエステート降りたら 倒されちまってさ。そう。エステート降りたら、黒人さんが死んで、黒人さんが、なんだこれ！なんだこれ！みたいな感じになってて、そう。そう。で、最終的に鳥羽に倒された。鳥羽に LINE 送ったすぐに「お前ふざけるなよ」っつって。そう、カメラに一回も映んなかったからな。鳥羽から、そう、命の危機を感じたんですいませんって来た。黄色チームの裏？ストロちゃんストレートで勝った時失禁した。だからさっきも言ったけど、回ごときものが内ももにツーって出した。ショコさんがストロークで戦うために、後ろのカモユリース、繁盛の三人衆が、ガヤ三人衆が、べっつりいけ、がっつりいけ、あっさりいくな、がっつりいけ、がっつりショコってずっと言っててさ、べっつりショコ、がっつりショコみたいな。死ぬほど言ってて、まあ、緊うっ張せっし、て言っちゃったら、もだそういう空気だからいいのよ。本当、緊張しないっていうね。まあ、緊張する大会、まあ、緊張する大会でさ、やっぱこう、シャープなものがあっていいと思うんですけどね。何も聞こえないもん。本当。これ CR の時とかすんごい緊張したの、まあ、したって言ったと思うし、見てて分かったと思うんですけど、会場に飲まれんだよ。会場の、いけーとか、うわーみたいなやつで、一気に飲まれんの。やーべーみたいな感じで。そういうさ、がっつりいけ、べっつりいけって、ごっつりいけみたいな、そういうなんか、声が聞こえると、
家みたいでやっぱいいよな、あれは。ユリーザー向こうが負けた時、負けを連行したさ。あれだな、偏ってきちゃったな、覚えた日本語が。負けう負けうっつって。間近で見てて、加藤さん準備大変だったのか。大変だったと思うよ。うん。大変だったと思う。大変だったと思いますよ。やっぱりその、バランス調整っていうところがさ、やっぱ。個人的に思うんだけどさ、なんなんだろうな。俺のちょっと一意見ね。ハイゲのスタッフがどうかとは分かんないんだけど、例えばさ、なんか制作側に全部投げちゃうと綺麗な感じになったりするんだよね。なんかこうすごく綺麗な感じ、なんか汚く扱ってくれないようなあの形になるから、やっぱりこうね、あの土台を作ってもらって、やっぱりこう純一とか配信者の人たちでちょっとこういう風な見せ方にした方がいいんじゃないかっていう方が、みんなが多分普段見てるような形になりやすいと思うんですよ。そういうところの調整とかね、うん、広告の布団ちゃんのポイントの何々かもが耐えられんかったわ。俺もな、恥ずかしかったよ。俺も割り恥ずかしかったよ、俺、うん、あれを読むのが、うん、恥ずかしかったよ俺。なんて言えばいいんだろうなって。でもなんかアドリブ入れんのももうあれだし、なんとかかも、うん、恥ずかしかったよ。正直つらかったよ、俺もつらかった。そうだね。黒人 VS 大地を最後思い浮かべたけど、吉生に負けそうになった時クソ焦った。いや焦った焦った、本当焦った。さっきも言ったけど、マジ焦った。何やってんだ黒人さんって。初めて見たもん、黒人さんが対空でコパ出してるところ。うわっ、やりやがったこの人と思って。いつも出るじゃんと思って、 1% 引いてた。 99% 出るのに 1% 出たのよあそこで。コメント欄ね、ちょっと見れなかったね。うん、コメント欄はちょっと見る余裕はなかった。あれビビったね。あれはでも吉永が作ったんだよ、あの黒人さんを緊張させたんだよ。ストロークの2戦目連続で集中したとき、左側の S 席で観客も集中って叫んだ。そうなんだ、俺そこ見た。あのね、じゃあ K アリーナさ、そうだ、あの多分多くの人たちはさ、2万人とは言ってもさ、同説がどのぐらいだっけ、なんか30万弱ぐらい確か行ったって言ったから、だから、1割ぐらいの人たちがさ、やっぱり現場にいて、他はね、9割の人は多分生放送で見てたと思うんです。でね、K アリーナさ、やっぱ、音楽フェスっていうか、音楽ライブでやる場所だから、とんでもなかった、ほんと、音が。本当インパクトの音、あと何、そのストロークとかのその音がとんでもなかった、超良くて。で俺ステージだとさ、やっぱそのスピーカーの方向がこっち側じゃないんだけど、でもすごいのよあれ。多分現場に行った人たちやばかっただろうな、あれ音響とんでもなかった、あれ。そう、とんでもなかったぞあれ。俺ちょっとそうっすね、なんか俺逆にこういうふうに興味持っては、なんかそのもしね、ストロークとかのイベントあったら、客としてちょっと行ってみたいね。あれ、すんごく興奮するんだろうな、あれ。スイカとかもどうだったんだろうね。スイカできる音とか、多分、ポコンとかっていう音がとんでもない音だったんじゃないですか、きっと。BGM がとんでもなかったんじゃないですか、きっと、おそらく。オーケストラみたいな形だったんじゃないですか、きっと。今日のキーワードはハイゲ最高。そうだろう、まっちゃん。そうだな。ハイゲ最高だな。最高だったよ。
みんないい顔してた。みんな。みんないい顔してたよ。ちゃんとみんなね、笑顔で気持ちよく返してたの。ストロークの試合後、ミチャーコに肩叩かれてたけど、何話しかけられたんだ。そんなのあったっけ。あったな、あったあった、覚えてる覚えてる、あれだわ。なんだったっけな、覚えてる覚えてる、あった。お風呂じゃない、あのポンポンって叩かれて、ミチャーコのあのミチャーコモードで、マチャオのことを初めてかっこいいって思いましたってする。あっつって、俺そうっすかつって、嬉しいっすつって、そう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 、うん、あ初めてなんだつって、俺そう、あ初めてかつって、そう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 、ミチャーコ2日目のズボン見たからクソやばいぞ。いや、 もちろん見てよ、うん、もちろん見てたよ。ミチャーコもね、なんかもっと爆弾仕掛けしたらしいぜ。そう、ガータービルトみたいなやつ。そうそうそう、なんかミチャーコ言ってたもんだって、私ね、今日もしなんかあったらケツ出しますみたいなこと言ってて、えっつって、今日ケツ出せる日ですつって、えっつって、そう、じゃあミチャーコやっぱあれじゃないですか、ケツブランドあるじゃないですか。でそれで最後そういえばさ、もうストロークが白熱してさ、やべえつって、ミチャーコケツそういえばつって言ってくれればいつでも出せたのにつって、やっべ言えばよかったつって、たまミチャーコでも仕込んでたんだろうな、あれ言え、本当に黒人さんと大佐の試合で先般しちゃったわ本当。そう、ケツ出せば黒人さんが勝ったかもしれないけど、バフがかかってミチャーコケツパワーで、多分ガーターベルトの多分な、多分そのいろいろあったんだろうな、きっと仕込んでたんだろうな、ゲロの時の前泣いてたけど感想を聞かせてくれ。いやだから、もうゲロちゃんだけじゃないよ、ほんとゲロちゃんの時もうグッとくるものがあったし、ちょっと正直ね、まあちょっとね、オニア対ワイワイさんの試合がね、ちょっとやっぱオニアがブランカちょっと苦手だなっていうのが分かってたから、嬉しい8割2割のなんかこのほっとした感じ、うん、そう、俺イフナがね、ほんと惜しくも、ほんと惜しかった、ユータ戦負けちゃって、でそれでゲロちゃんが勝った時に、ここでもしマイナス2だったらちょっとまずいなっていうのがちょっと感じちゃってた時に安心。そうそう、え、あどういうこと、あ、そう耐えたって感じ。あそこでもしゲロちゃんがやっちまったらちょっと飲まれちゃうなと思ってさ、安心しちゃった。そうそう、でまあでもね、全部言ってちゃんと、まあ、みんな緊張しちゃったと思うんだけど、全員に、イフナにも、俺と国民さん行くから、自分らしく行けって、ゲロさんにも、俺と国民さんが何とかするから、もう思うようにやってほしいって、オニアに言ったら、オニア、俺と国民さんが何とかするから、何とか自分で頑張れよって、すいません、スタッフさん、イヤホンがつけれないって、あ、こいつ聞こえてないな、よし、オニア、な、俺と国民さんが何とかするから、お前らしく行けよっつって、なんかラグい、なんかラグいって、なんかこいつ聞こえてねえなっつって、オニア、俺とこいつなんとかするからなっつって、もう無言でコンボ練習してそうそう、オニアかかって、オニアもうね、ゴンになってた、うん、全部うんしか言わない、ゴン、そう、あ、もう聞こえてねえと思って、よし、オニア、そのまま行ってこいっつって、背中叩いて、
そう。いやー、ちょっと待って、あ、待って、話し込んでたらあれだよ、来るんじゃないか、そろそろケンタが。何？21時5分だ。いい、じっくりじっくり胃袋を熟成させよう。ハイゲ公式の青チームの写真がめちゃくちゃいいから見て、見たい見たい見たい。なんかさ、今さっき孫さんがさ、あの、生え際運動会みたいなもので俺たちは運動会の親っていうコメントがあったと思うんだけど、俺11にさ、あの、タバコ吸いながら言った覚えがあるんだけどさ、11が校長先生に見えたんだよ俺、どっかのタイミングで。本当にね、もうね、みんながねみたいな感じの、あの空気、お前もう校長先生みてえだなっつって、もう校長先生やんっつって。そう、おお、これいいね、これこれいいね、これこれすげえいいな、これこれいいね。え、これどこだ、黄色と戦ってる黒人さんがどっかで、多分リーサル、まあリーサルかどうか分かんないけど、多分 SSD 決めた時か、これ。ああ、ウボンゴも喜んでんじゃねえか、ウボンゴすげえ喜んでる、これ。ああ、マサさん喜んでんな。ああ、これみんな来たって思ったシーンだよね、これね。ああ、これもいいわ、これ。ウボンゴマジ面白かった、ウボンゴみたいな、あれ言い方がズリー、ウボンゴあれズリーよと思って、ウボンゴって言うんじゃねえぜ。最終的になんか裏で、おいね、結局ウボンゴって何なんだっつって、あれウボンゴってどこの国の言葉なんだっつって、ウボンゴウボンゴズリーよな。あとズリーと言ったら、もうみんなね、青チームが裏でもうケイチさんズリーっつって、ケイチさんのコメントがズリー、全部もうズリーよ、ケイチさん全部ズリー、あれ本当、あれコメントうまいな、ケイさん本当に。あ、今はもう2000何年ですかとかさ、ケイさんズリーよ本当に、あれ。助けてくださいとかさ、そう、あ、よかったっすね、あれね、ほんと、カトマスから帰ってきましたとかさ、そうねえ、ほんと今日おえちゃん家に帰るね、これ何、これ、これハイゲとは関係ないだろ、これ、これハイゲとは関係ないだろうか。見えついたけど、この中に車の鍵入ってて入れやん、どういうこと。打ち上げ会場にこちらのカバン忘れた方いらっしゃいませ何してんだよ、何してんだよ、これ俺ちゃんのカバンなんだ、俺なんかブランドもん使ってんだな、お前コーチなんちゃう、お前家のやつ中にいるだろ。あ、これ今カモさんですか、家に、家のやついねえのかなどうする、中にゴムが入ってたらって、カモさん中は見ないであげてください、もしかしたら6枚ぐらい入ってるかもしれないです、駄菓子みたいに、駄菓子みたいなコンドームが入ってるかもしれません、あれかもしれません。あ、まあ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 、でも家の人いるから多分な、多分大丈夫だろう。大江戸の鍵忘れはオフパーだな真に受けるなんて分かんないですよ、分かんないです、そんなの分かんない。